ジュゼップ・サミティエイ・ビラルタは、スペイン・バルセロナ出身のサッカー選手、サッカー指導者、スカウトである。カスティー・リャゴメのホセ・サミティエル、愛称のペペとしても知られる。選手として、フルス FC ・バルセロナ、マドリード CF、アグック・ニース、そしてカタルーニャクシーと、スペイン代表でプレーした。後に監督として、アスレティック・マドリード、アグック・ニース、CF、 バルセロナを指導し、さらに、スカウトとして、CF バルセロナとレアルマドリードで働いた。FC バルセロナで彼は、パウリのアルカンタラに次ぐ、クラブ歴代通算ゴール数2位の326ゴールを挙げた。選手としての彼は、中盤の将軍的な役割の先駆者であり、魔法使いと、ロブスターマンのニックネームを付けられた。監督としては百四十五年に、CF、 バルセロナをラリーが優勝に導いた。また、スカウトとしてラディスラオクバラを獲得した。しかし、クラブがアルフレド・ディステファノとの契約を試みた際に彼は二重スパイとして暗躍したとして後に告発された。1960年代に彼はエレニオ・エレーラとの異世界からレアル・マドリードに職を求めた。ディステファノ契約問題での役割やレアル・マドリードへの二度の 変説、フランコとの交友などがあったにもかかわらず、FC バルセロナの名選手の一人とみなされ、1972年の死去の際に、クラブは国葬のような大規模な追悼式を行った。少年時代に FC インテルナシオナルというクラブでのプレーを経て、1919年に17歳で FC バルセロナにデビューした。契約を結んだ時には、ボーナスとして、 夜行時計とスリーピーススーツを受け取った。クラブのチームメイトの中には彼の幼馴染みのサジバルバがいた。カタルーニャの保養地カダケスでの休暇の時期にはサミティエルとサジバルバはサルバドール・ダリラと一緒にサッカーをプレイした。彼は1925年までにはスペイン国内で最も高級鳥の選手になった。この時期のチームはジャック・グリーンウェルが監督を務めサジバルバ。 パウリノ・アルカンタラ、リカルド・サモラ、フェリックス・セスマが、後年にはこれに、フランツ・プラトコが加わった。1919年から1933年までの間に、カタルーニャ選手権、優勝12回、コパデル・レイ優勝5回、そして第1回のラリーがタイトルを獲得した。百二十二年、百二十五年、百二十六年、百二十八年の、 コパデルレイ決勝で彼は、それぞれ一得点ずつゴールを挙げた。1920年に、サミティエールは、初めて編成されたスペイン代表のメンバーに選ばれた。チームメイトには、リカルド・サモラ、フェリックス・セスマが、ピチイチ、ホセ・マリア・ベラ・ステラがいた。フランシスコ・ブルによって指導されたスペイン代表は、1920年オリンピックで、銀メダルを獲得した。彼は、スペイン代表として、 通算で21試合出場に得点を記録した。彼はまた、カタルーニャクシーとして、少なくとも21試合出場15得点を記録した。この時代の記録では、正確な数字が不明のため、試合出場や、得点の数は、より多かった可能性もある。カタルーニャクシーでは、パウリノ・アルカンタラ、サジバルバ、リカルド・サモラと共に、1920年代に、 地域間大会コパプリンセップでアストリエスでの3回の優勝に貢献した。1924年のカスティーリャクシーとの決勝戦で彼は2ゴールを奪って4から4の引き分けに持ち込み、再試合でも得点して3から2で勝利した。カタルーニャクシーでの彼の最後の試合は、1936年1月19日のデスコルツでの彼のための感謝試合だった。この試合は、 彼のゴールによって、チェコスロバキアの SK シデニツェと1の1で引き分けた。1933年、年を取ったサミティエールは FC バルセロナの経営陣と言い争うようになり、ファーストチームから落とされた。レアル・マドリードはこの状況に敏速につけ込んだ。サミティエールは、マドリードに加わり、友人のリカルド・サモラ、フランシスコ・ブルと再会した。 マドリードでの彼のキャリアは短いものだったが、1932から33シーズンのラリーガ優勝と1934年のコッパでエスパーニャ優勝に助力した。1936年にサミティエールは監督として短いキャリアを送った。彼はシーズン中盤にフレッド・ペントランドに代わってアスレティックマドリードの監督に就任したが、降格を防ぎきれなかった。しかし、 サミティエールの新たなキャリアとアスレティックの広角は、スペイン内戦の勃発により引き伸ばされた。彼は無政府主義者の民兵に拘束されたが、そのうちに釈放され、軍艦でフランスへ逃れた。その後、彼の逃亡は、国家主義側の御用新聞マルカによって利用された。1936年10月に彼は、選手としてアグックニースに加入して、ここでまた、 リカルド・サモラと再会した。フランスでは82試合に出場して47得点を挙げた。1939年に選手を引退し、1942年に一時期だけアグック・ニースの監督だった。スペインに戻って1944年に CF ・バルセロナの監督となった。1945年に2度目のラリーが優勝に導き、コパでオーロ・アルヘンティーナでは、 コパデル・ヘネラリシモ勝者のアトレティコビルバを破った。サミティエールは続いて、クラブのチーフスカウトとして、働くようになり、CF バルセロナのもう一人の伝説的名手、ラディスラオ・クバラの入団に尽力した。クバラは、東欧からの亡命者により成り立っていた、チーム、ハンガリアの選手として1950年の夏に、スペインを訪れた。彼らは、マドリード戦抜くし スペインクシー、RCD エスパニオールと親善試合を行い、レアルマドリードとサミティエールからの注目を集めた。クバラは、マドリードから契約の申し出を受けていたが、サミティエールから CF バルセロナと契約するように、説得された。この遺跡を実行するにあたり、彼は、フランコ政権内での自らのコネクションを活用したと言われている。冷戦の最中での空。 バラの西側への亡命は、フランコ政権によって、プロパガンダに利用され、またクーバーラとサミティエールは、ザ・スターズ・サーチ・フォー・ピースという映画に、彼ら自身の役で出演した。選手 FC バルセロナ・マドリード、CF スペイン・カタルーニャクシー監督 CF バルセロナ。ありがとうございます。